健康な歯の大切さを学ぼうと、豊岡市の木の崎マリンワールドで、今日子どもたちがセイウチの歯磨きを行いました。このイベントは、6月4日から10日までの歯と口の健康週間に合わせて、兵庫県歯科医師会が毎年木の崎マリンワールドで実施しているものです。今日は白衣に身を包んだ子どもたち20人がメスのセイウチ、ソラの口の中の様子を恐る恐るチェック。その後、大きなブラシを使って丁寧に長い牙を磨いていきました。ところが、今日はソラの機嫌が悪く、歯磨きの途中で退場してしまいました。楽しかったです。すごく、セイウチ自体がでっかくて、歯もとてもその分でっかくて、磨くの大変そうだったけど、歯もすごい虫歯もなかったので、飼育員さんが毎日すごい丁寧にやっていて、すごいなと思いました。僕は虫歯ないんですけど、でもしっかり毎日歯磨きをしていきたいと思います。こまめにやっぱり1日2回3回磨くということと、やっぱり毎日毎日習慣にするということからまず入っていただけたら一番いいように思いますね。子どもたちはイベントを通じて歯磨きの大切さを学んでいました。兵庫県歯科医師会では今後も虫歯予防を呼びかけたいとしています。